天津西駅は中華人民共和国天津市、紅れ端区に位置する中国鉄路走行市の駅である。通称は、西駅。本校では、近接。中国鉄路走行市稽古線稽古、高速鉄道天津地下直通線津波多旅客、専用線津波客運線線天津地下鉄1号線4号線6号線9駅車線898年。 新国政府の預かり知らぬところで、A、独の資本家たちが独断で、土津鉄道の建設を請け負うことを決定。新国政府は圧力に屈し、1908年に借還に同意し、また路線名も、通羅鉄道に改められた。通羅鉄道の北部区間は、当時見切り発車で工事が開始されており、現在の青海県領王将から工事を開始したが、これは、 検診起点の位置が未だ決定していなかったことによるものである。鉄路大臣旅館が派遣した調査員が送った決定的な報告書には、河北町野城付近の空き地は2頃あまりあり、地勢は平坦にして、止まり合わなく、また墳墓もなく、ターミナル駅建設のようにこらえうる。とあった。当時の河北町野城とは、現在の紅橋区南運河一帯であるが、当時の南運河は、 今のように曲がっておらず、この川の北岸が河北長野城と呼ばれており、現在の天津西駅から500メートルと離れていない。こうして長野城駅が建設されることとなったが、これが現在の天津西駅であり、長野城駅の小さな洋館作りの駅舎は、こんなお天津西駅の待合室の一つとして現存している。稽古船が乗り入れる地上駅で旅客、 貨物両方を扱う一等駅である。総面積は68万平方メートル。かつては通ら線の起点であったが、1969年に京光線と接続され、京光線の中間駅となった。2009年2月4日より京、古高速鉄道乗り入れのための駅舎改築工事を開始、2009年5月4日午前0時より、天津西駅の旅客業務を休止し、 天津西駅発着の列車は、柳津青駅にて、臨時停車を行った。新駅舎は2011年6月30日完成、共用を開始した。2012年には、改修工事が完成し、また、天津駅への連絡線である、天津地下直系線が開通し、京新都市間鉄道の旅客列車の乗り入れが、開始される予定である。また、 ドイツ式新古典主義建築の旧駅舎は、天津市の重点保護建築物に指定されている。駅舎改築工事に伴い南へ135メートル、東へ40メートル移動させ、合わせて、小写真や文献通りに復元も行った。貨物輸送については、天津西駅とともに、西栄門貨物駅、陳津美商貨物駅も管轄しており、天津西駅は二等貨物駅となっている。 取り扱い可能な貨物の最大重量は20トン、貨物の処理能力は113万トン、年である。2009年からの改修工事によって稽古、高速鉄道、京新都市間鉄道が乗り入れ、ホームは13面26線に整備された。そのうち高速列車用は9面17線、在来線用は4面7線である。駅舎改修工事には、南北二箇所に新しく、駅舎を設け、 古戦協場の待合室の設置、南北駅前広場連絡の地下通路、手荷物用地下通路を設けることが含まれている。乗り場、編集現在は1号線、6号線の駅である。1号線、6号線ともに相対式ホーム2面2線の地下駅。ホームにはホームドアが設置されている。国鉄駅改築に合わせ地下鉄も客扱いを休止し改修工事を行い。 エスカレーターの設置、国鉄からの乗り換え改札の設置を行った。中国鉄路走行士稽古線南倉駅、天津西駅、曹操駅鎮、堤市線天津西駅西衛門駅稽古、高速鉄道天津西駅、天津南駅天津地下鉄1号線、西北角駅西駅,西駅高古里駅6号線、北竹林駅西駅,西,駅西瀬戸駅、ABC 天津西丹与、 柳屋を端しのげ明した完成講説、替え3年アーカイブド2011年7月20日。アットザウェイバックマシン。ABK がか通り5台始めたんの。一点つにしたんどうありがとうございます。